エンジン YouTuber、ドッスン中村でございます。本日はですね、我がコンサドーレ札幌が生まれ変わった理由をまとめてみました。中村は北海道コンサドーレ札幌という J1 のチーム、サッカーのチームが大好きです。サポーターです。にわかですが。理由はですね、私の故郷である、自分の故郷である、札幌のチームですし、赤黒のユニフォームがかっこいいから、サッカーが基本的に好きだからというのもありますが、それだけではなくて、弱かったけども頑張って J1 で戦えるチームにまで成長したというところに、非常に魅力を感じているからという部分もあります。今回はそれをまとめてみました。それでは早速、北海道コンサドーレ札幌とは、北海道コンサドーレ札幌とは、北海道を拠点にしたサッカーチームです。2017年から一番上のプロのカテゴリーである J1 で戦っており、リーグ戦やルヴァンカップでいい成績を残したこともあります。ただ以前は、J1 よりも弱いリーグである J2 に長く定着していた時期があり、たまに J1 に上がったとしても、すぐに J2 に降格してしまう、そんなお世辞にも強いとは言えないチームでした。特に2012年は悲惨でした。2012年は4勝2分け28敗の成績を残しておしまい、ぶっちぎりの最下位となってしまいました。ブービーだったガンバ大阪の勝利数が9であったことを考えると、コンサドーレ札幌はその半分も勝てなかったくらい弱かったです。しかし現在はですね、 J1 でも毎年結果を残しており、今季も J1 残留を見事決めました。なぜ J1 でも通用するようになったのか、その理由を探していくうちに、株式会社コンサドーレの元社長である野々村現 J リーグチェアマンの活躍が見えてきました。今回はコンサドーレ札幌が野々村社長就任以降、少しずつ強くなっていき、J1 でも活躍できるチームになった理由を4つ紹介させていただきます。なお、この動画はプロサポーターを自称し、コンサドーレに関する記事を多く執筆されている村上アシシ様が執筆し、2016年12月1日に公開された記事を主に参考にしながら説明しております。その記事も含めたいろんな参考にした記事を概要欄にまとめてリンクも貼っておきますので、ぜひともそちらもチェックしてください。それではスタート。勝てないのに上昇させた人気。 J1 でぶっちぎり最下位となり、 J2 に降格した直後であった2013年から慶応義塾大学工学部出身の元人気サッカー選手、野々村現 J リーグチェアマンが社長に就任しました。就任後、野々村社長は新規サポーターの獲得に尽力すると同時に、新規サポーターの獲得や定着を目指しました。例えば2015年、野々村義和とコンサドーレ札幌を考える会を開催し、自らサポーターにコンサドーレの将来について説明すると同時に協力を仰ぎました。その結果、野々村社長の就任後の2013年の観客動員数は1試合平均1万人でしたが、2015年には平均1万2000人に、 J1 に昇格した2016年には平均1万4500人にまで上昇し、それに伴って広告収入も2015年までに18億円に上昇しました。勝てない時期に観客動員数や売り上げを上昇させたことが、 J1 で勝てるようになった今でも大きな財産になったとなっていると言えるでしょう。人気選手の獲得。観客動員数や売り上げの上昇の背景には、東南アジアで優秀な選手を複数獲得したことも挙げられます。コンサドーレ札幌は2013年にベトナムの英雄レ・コンビン選手、2015年にインドネシアのイルファン選手、2017年にはタイのメッシと呼ばれ、後に J リーグベストイレブンに選ばれたタイ代表のチャラキップ選手を獲得しました。これらの選手の獲得は単純な戦力アップだけでなくて、それらの国での人気や観客の獲得に大きく貢献しました。また2014年に小野伸二選手を、2015年に稲本潤一選手を、2017年に元イングランド代表の J 選手を獲得したことも人気上昇の要因に挙げられると思います。
戦力の補充と広報戦略の両立、その2つを同時に行うことに成功したのです。天才キーパー、ク・ソユン。先ほど挙げた選手の他にも多くの選手の獲得に成功し活躍させた北海道コンサドーレ札幌ですが、その中でも2015年から活躍しているク・ソンユン選手は特にすごい選手と言えるかもしれません。ク・ソンユン選手は韓国出身のゴールキーパーで、現在韓国代表の候補にも選ばれている優秀な選手です。中村は何度もク・ソンユン選手が出場する試合を見てきましたが、いつも高い守備力でコンサドーレを支えてくれました。サッカーは1点が重いスポーツですから、彼がゴールキーパーでなければコンサドーレの J1 での活躍はなかったかもしれません。そんな優秀なク・ソンユン選手をまだ日本では無名だった2015年、まだコンサドーレが J2 で戦っていた2015年に獲得することができたことは、コンサドーレにとって最大の幸運だったと言えるかもしれないです。なお、コンサドーレ札幌には他にも面白くて優秀なゴールキーパーが多数在籍しているので、機会があれば別に解説していきたいです。そして定着へ。2016年に J1 に昇格しましたが、その後もコンサドーレ札幌は攻めることを怠りません。新規サポーターの獲得を目指して白宝堂 DYMP 様と長期契約を結び、北海道内での地上波生放送を定着化させつつ、パリコエで長く活躍しているデザイナーである相沢洋介様をクリエイティブデザイナーとして登用することで、グッズの売上の上昇を目指しました。また戦略面でも鈴木武蔵選手や興梠慎三選手、ガブリエル・シャビエル選手やルーカス・フェルナンデス選手といった現在でも活躍している実力のある選手を獲得し続けてきました。その結果、2017年から2022年にかけて J リーグで一定の成績を残すことができました。特に2018年年間順位が4位だった。また2019年にはウワンカップで準優勝することができたことは大きな誇りです。結論、以上の4点が弱小だったコンサドーレ札幌が J1 で戦えるほど強くなった理由となります。まだ戦略的に不安定な部分もあり、定着という言葉は使えないかもしれませんが、2012年の悲劇を思い出せば思い出すほど現状が輝いて見えるのも事実です。少しずつ強くなっていったコンサドーレ札幌、きっと来季はもっと上位、もしかしたら優勝できるかもしれません。そのためにも中村はにわかサポーターながら陰ながら応援していくつもりです。どうか皆さんも応援よろしくお願いします。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。どうす、説明が不足している、誤っている部分があるかもしれません。その部分に関しましてはコメント欄で指摘していただけると幸いです。皆様どうかよろしくお願いいたします。